はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということでですね、本日は、こちらサブちゃんの焼きまんじゅうさんに来ておりまして、前回僕の動画ではですね、焼きそばのチャレンジメニュー挑ませていただきましたが、見事、大敗北ということですごくね、楽しい時間をね過ごさせていただいたんですけれども、その際にやっぱりちょっとこの名物のね、店名にもある焼きまんじゅうをいただきたいということで、今回はですね、リベンジマッチではなくて、また別のチャレンジメニューですね、この焼きまんじゅう10本チャレンジということで、本日はこの制限時間20分でですね、この大きい焼きまんじゅうを10本完食できるかというチャレンジに挑戦させていただきますが、本日はですね、ほぼ満席状態、お客様たくさんいらっしゃる状態でですね、挑みますので、いろいろとぜひ5000円をいただきながら頑張らせていただきます。はい、じゃ早速、じゃ出来たて、焼きたてをね、はい、いただきたいと思います。3、2、1、スタート。さて、いただきます。はい、お願いします。いや、これでっかい。1本2分ですもんね、うん、こんな、いただきます。うまい。あー、香ばしい。いけるかな、これ。うまいね。はい。ですね。手がベトベトになりますもんね。あー、でも美味しい、やっぱ。うん、噛むのがやばいかもしれないですね、これ。もちもちなんですけど、弾力がすごいんで、お腹いっぱいというよりもスピードが間に合うか。うまっ。ちなみに画面越しだと分かんないと思いますけど、僕は一口で食べてますが、普通の方は多分3口4口ぐらいで1個食べるぐらいのサイズですよね。やっぱ美味しいです。それが終わったらラーメンも焼きそばもありますよ。ラーメンいただきたかったんですよ、前回メニュー表見て。じゃあ締めに今日はラーメンで。はい。確かに顎がやばいですね。本当に無理せずに水飲みながらやらないと、ちょっと
最後の方やばそうですね。顎がちゃんと柔らかくしないと頑張ります。ラーメン重たくかな。うん、お客さんいるよ。うん、ちょっと止まってくるのね。うん、なんだろう、不安になるんですかね、袋は。だから今ちょっと半分で8分経過ですね。ただこっから疲れてペース落ちたら間に合わないかもしれないですね。ちょっと急がないと。お味噌のサイズもシェアか。ありがとうございます。残り10本あるのね。もう全然大丈夫。だって残り10本ある。じゃあ今、うん、1分ね、でも多くの人もこれ間に合わないのはお腹いっぱいじゃなくて、やっぱこう咀嚼とか飲み込むのが間に合わないって感じですもんね。じゃあちょっとおまじないいただきます。はい、左右というかあったかい、本当にあの一瞬でふわってふわって、これスピード上がりますね。いただきます。またこの甘じょっぱいタレがちゃんと流れて食べやすくなります、だいぶ。うわぁ、おいしい。あ、はい、すいません、ありがとうございます。うん、そうですね。ラーメンだよ。あ、そうなの。でも結構ギリギリです。少しずつやっぱ一個飲み込むのが遅くなってくるというか、ちょっとずつね。でも一番早いんじゃないかな。
本当ですか、うん、いや本当にずいぶん皆さん来てくれてるからね、うん、一番早い、ありがとうございます、これはそうですね、はい、うん、はい、ありがとうございました。ごちそうさまです、ありがとうございます、はい、じゃあということで、本日のチャレンジはですね、残り2分と12秒ということで、完食させていただきました。で今日はあの締めにラーメンもお願いしたので、あのこの箸休めでいただいたものに関してはですね、ゆっくりラーメンとともにいただきます。ありがとうございます、あ、ごめんなさい、ありがとうございます、うわ美味しそう。のラーメン最高だな、いただきます。いいですね、やっぱ消えたろ、いやもういいですね、うわなんか食べたくなる中華そばですね、うん、これうまいわ。ということで本日の動画はですね、久しぶりにこちらサブちゃんさんでね、このチャレンジを挑ませていただきました。前回ね、焼きそばを挑んで、まあ無理だった、僕には無理だったんですけれども、今回はねこの焼きまんじゅうのチャレンジですね、この焼きまんじゅうというものは群馬の名産となっておりまして、このサブちゃんさんの店名にもある名物料理となっておりまして、前回ね焼きそば終わった後にちょっとね1本2本いただいたんですよ。それがまあうまくて、今回ねどうしても食べたいなと思って改めてチャレンジにお伺いさせていただきました。でね、このサブちゃん、お店のね雰囲気分かる通り、すっごくもうどの方もね人柄が良くて、チャレンジしてる間もねすごくいろいろお話いただきながら挑ませていただいたので、すごくね楽しい一日となりました。いやなんかね幸せな気分になりますよ。でこちらのサブちゃんさんね、テレビでよく取り上げられてますので、県外からのお客様も多く、今回ね席満席だったんですけれども、その際も県外の方が多くいらっしゃっておりました。やっぱりねこの県をまたいででも、この人柄と味にね会いに行きたくなる、そんな気持ちがわかる素敵なお店さんでございますので、ぜひね皆様にも食べていただきたいですし、名物の焼きまんじゅう以外にも今回ね締めにいただいたラーメンであったりとか、それ以外には、前回チャレンジで挑んだ焼きそばか、そういったね単品メニューもございますし、曜日限定でたまにカレーなんかもね販売しているそうなので、ぜひですねこの動画を見てサブちゃんさん気になる方はですね、美味しい料理たくさん食べに行ってみてください。はい、ということで本日の動画はこの辺りで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。曲がった。